はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。いやーということですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、エンミックスさんたちからローラーコースター、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。収録ボタンはファイということで、字幕が入ってるかな、音量をチェックさせていただき、見ていきたいと思います。レッツラー。コンセプトフォトとか結構やばかったですからね。楽しみでございます。いってみましょう。レッツラー、ゴーツ。Going down, going up with you. Oh, それじゃ。おー、映像めっちゃ綺麗。めいちゃん、いい。素晴らしい。さすがでございます。さすがでございます。エミックスちゃんたちってもうずっと曲いいじゃないですか。もうアルバムとか聴いててもなんていうその楽曲のセンスですよね。まず音楽的センスがズバ抜けてる、やっぱりこう作曲家さんのチームがついてるんだろうなっていうのはもう分かってましたけども、今回もだいぶやばいですね。ちょっとこう四つ打ちというかハウス調というかディープハウスな雰囲気がありますよね。ソリュンちゃん、ちょっと歌詞をつけていきながらいきましょうかね。ソリュンちゃんが結構また聴いてますね。ジュウちゃん、ジュウちゃんのこの鏡越しのジュウちゃん、美しすぎません？鏡を隔てても美しいというこのヘロンちゃん、みんなビジュアル、あとはちょっと色味が何ですかね、てかフィルターなんですかね、画面の雰囲気というか画質がちょっとこうレトロな雰囲気というかね、ちょっと粗さがあるところですよね。おー、
楽しみだな。ベイちゃん、そうか、ここなのね。あ、で今のこの人魚のところが入るわけだ。あ、だからこのもう夢の中でハッて夢が始まってきたって感じですね。あ、いいですね、学校コンセプト。メガネを外してあげて絆創膏をつけてあげるということですね。なるほど。音楽がいいのもそうなんですけど、やっぱりエンミックスちゃんたちの歌のそもそものレベルが高いからこそ楽曲がいいものになるんですよね、やっぱ全部ね。これすごい、めちゃめちゃ基本的なことかもしれないんですけども、いやでもやばくないっていう、アーティストとしてのその歌唱力の高さが楽曲のレベルにそのままこう直結してるっていうところですよね。いやー、これ映像を見ながら聞くっていう、もう二重に贅沢な感じがねすごいんですよね、ミックスの。イエス、ここかわいい。あ、ローラー対コースターチームで12対17っていうところですね。ローラーチームが負けますね。9回の表0点になって終わってるっていうところ、面白い。なるほど。おー、ユージンちゃん、この前のインスタ?いや、YouTube か。YouTube で配信してたダンスのライブとかもちょくちょく見させていただいてますけども、素晴らしいですよね、ダンスに対する姿勢がね。はい、話がそれました。ラビット and ジュリエット、ジュリエット、ロミオ。おー、いい、ベイちゃん。振りがいい。で、待って、シーってやってるのはこの人魚のあれっていうことですね。ソリュンちゃん、あれあれ、なんかソリュンちゃん耳があってなって、ソリュンちゃんがイカイカっていうことなのかもしれないですね。ローラーコースターはだからこのあれですかね、安全留め具みたいなものを持ってっていう振りなのかな。そんな感じしません？あれを持ってる感じでグーってこういくところ、素晴らしい、素晴らしい。ここはだからもうあーって言っちゃうところの、そのジェットコースターのこのローラーコースターのこの下りのところですよね、ここはね。わあ、素敵、前髪が素敵、声質も素晴らしい。あー、だからあれか、バスタブの中にいるわけね。曲の構成がこれまたちょっと独特、もう一回サビがすぐ来るの、素晴らしい。ああ、いい、リリちゃん素晴らしい。いいですね。あ、この水のきらめきがいいですよね。リリちゃん、もうこの歌声がローラーコースターですね、こうって感じがね。自転車乗ってる、自
転車乗ってるヘモンちゃんかわいい、かわいいです。集まってーっていうね。わー、素晴らしい。この水の、ここ、この感じ。うわー、素晴らしい。そっか、カメラ持ってるのはソリュンちゃんなんだ。あー、ダンスブレイクのこの牛人ちゃん素晴らしい。振りかわいい。あー、今のこの瞬きやばくないですか。素晴らしい、素晴らしい。なるほどね。いいですね。この影の感じとかすごく綺麗ですね。教室もなんかおしゃれだし。なんとも、なんとも、素晴らしいクリエイティブセンスといいますか。めちゃめちゃ曲もいいですし、この夏になんかぴったりの涼しく爽やかな曲だなっていうところと、ダンスの可愛らしさ、あとはそのローラーコースターというそのコンセプトを取り入れたこの、あーっていうね。いいですね。これはまた素晴らしい作品できてるんじゃないかなっていうふうに思いますので、また改めてちょっとアルバムの方をね、楽しみにしていきたいなっていうところでございます。現場から以上でございます。皆様の感想もぜひぜひコメントなんかいただけたら嬉しいでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ、せい。